メンタリングとは、指導、相談役を担う社員が、新入社員や後輩をサポートする制度のこと。人の育成、指導方法の一つで、指示や命令によらず、メンターと呼ばれる指導者が、対話による気づきと助言により、非育成者たるプロテジェないし、メンティー本人と関係を結び自発的、自律的な発達を促す方法である。プロテジェが、メンターから、指導、 支援、保護される子の関係をメンター制度ないし、メンターシップと呼ぶ。ゴースそのものは、ゴメイロスのオデュッセイヤに登場するメントールの中から取られた。しかしながら、実際に物語に登場するメントールは、オデュッセウスの息子であるテーレマコスの苦境において、女神アテナが姿を変え、行き先を助言をしただけの老人である。歴史的に主要なメンターシップの系統には古代、 ギリシャの少年愛、ヒンドゥー教、仏教のグル、シシア関係、ユダヤ教のラビアキリスト教教会の中での指定、関係、中世のギルドにおける、デッチ暴行が含まれる。歴史的に有名なメンターと、プロテジェ、公的なものと非公的なものの二つに分かれる。非公的なものは彼ら自身でパートナーを組むものである。一方、公的なメンターシップは、他者から割り当てられたものであり。 従業員の教育のための組織的メンタリングである。よく計画された公的メンタリング計画では、計画のゴール、スケジュール、トレーニング、評価がある。メンティーは、メンターから彼らの夢を追うよう促される。社内でのメンター制度では、豊富な知識と職業経験を有した先輩社員が後輩社員に対して行う個別支援活動である。 キャリア形成上の課題解決を援助して、個人の成長を支えるとともに、職場内での悩みや問題解決をサポートする役割を果たす。組織管理や人材育成において、従来のような中央集権型の管理体制の硬直性が指摘されるに至り、よりフレキシブルな末端への権限異常型の組織管理、人材育成が施行されるようになった。こうした傾向から、 上司や上官の指示通り動く人材ではなく、自ら考え判断する能力が強く、求められるようになり、自律的な組織、人材を管理、育成するメンタリングの手法は注目されている。ありがとうございます。